ハニクラ。さあ、やってまいりましたハニクラです。皆さん、お元気ですか？静かですけど、大丈夫ですか？大丈夫ですか？寝るんじゃねえ。キャラ違うわよ、あんた。ほら、動くな。で、皆さん、ハニクラするにあたって目標決めてきてくれたと思います、うん、なので、はい、まあそれを決めやりながらシェルが聞いていくので、まあ自由に。早いな、自由が。自由の解散が早い。で、5分に1回もしくは10分に1回シェルが見回りに行きますので、ちゃんと進んでるか寝てないかどうかの監視しますのでね、ちゃんとやってくださいよ、皆さん。はーい。はい、よろしい。じゃあお腹が空いてるみたい。マジ？誰がお腹空いてるの？私。みたいって言ったのね。うん。卵でなんとか来たっけ？あ、ないのね。あ、現実のメアリちゃんがお腹空いてるのかと。はい、現実も空いたけど。あ、やったー！パンだー！オッケーオッケー。ないものは言ってくださいね。みこちゃん、これ何作ってるの？牢屋。牢屋を作ります。マジか。お仕置き部屋を。お仕置き部屋。あ、じゃあ家じゃないんだね、みこちゃんの。はい。あ、悪いことしたらここに来るということですね。家だよ。あ、家なの？うん。あ、牢屋の家。そう。おお、だから石なんですね、強そうな。うん。パタは何作ってんの？パタは犬小屋です。小屋なのね。小屋です。ちょっと待って、犬小屋。うん、犬小屋なのに難しいわ。え、もうイメージできてるの？できてる、できてる、バッチリ。おお、さすが。あそこで一緒に水と戦っとるかな。あ、寝られた。何してるの？いや、私ここをね、ちょっと陥没させてしまったのでね。あ、ここにね、池を作ろうと思います。池をね。うん、もう池にしちゃいたいと思います、ここを。え、池か噴水作りたいんだけど。おお、噴水難しいと思って池に変えたんだけど。ははは。どうすればいいの？それか、形さだけ作って、うん、後でバケツで水入れてもいいかも。あ、それがしたい、それがしたい。オッケー、じゃあ一旦この中を埋める、うん、水がない状態にしたいから。オッケー。で、もうこっからはもう好きなようにでもいいし、みやちゃんせっかく設置したから、設置したところに噴水作ってもいいよ、うん、めっちゃ真剣。めっちゃバトルだ。確かに、みんな真剣。なんかタイムアタックなのかと思ってた。あ、全然全然、もうゆったり。なるほど。シャルも作るの？シャルも家作ってる。大豪邸、あ、待って、まさかこれか、隣か。そう、一緒に作ってもいいよ。とりあえず独り立ちしてみたい。オッケー。そうだね。え、夕方になるの早くない？早い。めちゃくちゃ早い。こんなに早いっけ？うわ。え、もうあくび？ウサギ入ってるから。あー、そっか。あれ、ウサギになっちゃった。え？ウサギになった。小屋がウサギになった。小屋がウサギになったの？おかしい。え、これだよ。え？パトラの犬小屋。建物です。これは建築になります。あー、なるほどね。めっちゃ見てるよ、みやちゃんが。ちょっと待って。え？これ、エイの小屋ってちょっと、あんまり言っちゃいけないやつなのかなって。閉めちゃった。追い出されちゃった。オッケー、おはよう、みんな。そうそう、いつも起きるとパトラが上にいる。え、すごい、噴水戻ってるじゃん。え？そう、噴水じゃなくて井戸だよ、これ。あ、井戸。そう、井戸が戻ってんだよね。誰が見たの？ねえ、あ、いっぱい燃えてる、あそこで。燃えてる？あ、ゾンビが松明で湧き潰ししてないから燃えちゃってる。え、何これ、牛がいるんだけど、ここ。あとじゃ、牛いるらしいよ。牛？うん、みこちゃんの前。牛じゃないよ、これは犬だ、犬。犬、犬。ここ見て、ここ、ここ見て。ここ、ここ、ここ、ほら。犬と牛、全然違う。看板を破壊したら、ちょっと、ちょっと。え、口がないからかな。口つけるか。これめっちゃ可愛いの作ってる。
いや、落とし穴なんだよね、感動。材料が足りねえぜ。取ってくる。そう。丸石探してたらめっちゃ鉄見つけた。おお、すごい。やれー。ナイス。イエー。すごい、めいちゃんの横に、そっとそばにいる。私の王子様が来るための馬。大丈夫？まだお酒が残ってるんだね。パンジーしか好きないじゃない今日。本当だ。王子様だった？言い慣れない言葉言ったばかりに。じゃあジェリーちゃん、その白馬の馬乗れるようにしよう。これ黒いよ、この馬。違う馬にする？ブラックメアリでいいよ、これ。それにする？うん、これにする。オッケー、じゃあ。抱いていい？ぼっち。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 もうなんかくしゃみが止まらない。かわいい。あ、風邪？そう。病院行ったんでしょ、なんか。行った。あ、どうやった？風邪の引きかけですねって言われた。まだ風邪ではない。え、風邪の引きかけって風邪じゃないの？いや、風邪の引きかけは風邪じゃないよ。絶対さ、花粉症でしょって言ったら違うしっていうタイプでしょ。いや、花粉症。あれそこは花粉症。おかしい。いや、花粉症じゃないに関しては、もう3年ぐらいやったから。そう、認める。ご経験済みだった。そうなのさ。シャル、乗れない？じゃあ、手に何も持たなくて、右でクリックして。ああ。今日シャールできた。あ、乗れたー。あ、でもね、振り落とされても何回も乗って。何回も乗って。見たい。今、メアリちゃんの乗る練習。やばまだ、まだまだ、もう一回乗って。これ、これ何回か乗らなきゃね、懐かない。うわー無理やり懐かせる。そうそうそう、無理やりに近い。ねえ、バートラ殴ってる、もしかして。殴ってないよ。なかなか懐かないんだけど。あ、待って。あ、惜しい惜しい惜しい。もう一回。熟女拒否してる。熟女拒否してるわ、これ。年齢制限あるね、お兄さん。うるさいわよ。あ、いた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 。降りて降りて、いた。ほら、なんか殴った。あ、殴れた。殴れた。馬と友達になった。すげえ。すごい。で、降りて降りて。どうやって降りるんだ？シフトか。シフトか。で、右クリックかな。うん。待って。おー、シャルが乗った。すごい。ナイス、乗りたい。誰でも乗れるんだ。あ、そう、乗れる。懐けば乗るの、誰でも。ほら。あ、すごい。バカる、バカる、バカる、バカる。見たい、見たい、見たい。今、私がこれつけたばっかりじゃん。ほら、おっちゃん、今もこのや、あれ降りれないよ。シフトで降りれる。シフトで、シフトで降りれる。あ、これか。これ誰でももう乗れるよ。ほんとだ。リコちゃんも乗れるような、みんな乗れる。あ、ミコが一番シュールだわ。シュールだわ。犬美人みたいにこれ引くことはできないの。引くことはできない。なんか遠くに何狙ってんの？なんで狙ってんのよ、キー！うらうらうら！やばい、面白い。誰かスコッポ。そう、だからこの子囲っとかないと逃げるじゃん。じゃあ私この子の檻作ろう。檻？あ、確かに良さそう。あり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 。だから一旦、なんだろう、これでいっか。すまんな、こんな石小屋で。牛小屋？すぐにいいとこ作るからな。あ、出れない。自分の犬小屋から出れない。わー、おらがらら。え、あ、ほんとだ。それどっから入るの？ここ。すごいよ、なんか椅子みたいな。え、でも出れるんだけど。出れない。うわー。あ、出れた出れた。よいしょ、危ない。椅子みたい。え、そう、これできたの、完成したの、シャルちゃん、これ見て。え、これさ、この奥でさ、この地下に行けばいいじゃん、パトラちゃん。え、地下？この、これ入り口にしてさ、地下に作っちゃえば。あ、地下か。新しいけど。これさ、うん、これなんだ？犬小屋！犬小屋ですわ。犬なのか、これは。犬、犬、犬、こっちから見る。
犬小屋ほら。ああ、そうかそうか。犬のシルエットなのか。そう、ウサギじゃない。わかんない。わかんないのに絶対できそうじゃん。ちょっと。そのメアリーの馬逃がしに行くぜ。あーほらほら、うわうわあ、すごい、ミコちゃん。ねすごい、ミコちゃんのすごい高っ、面白い高っ、あれえ、めっちゃ面白い、ミコちゃんの。よし、メイちゃんこっち、バトラちゃんもこっち。高っ、違うじゃんか、もうバトラについてたのに。ここ通ったらすごい。あ、登れるの。うん、牢屋。あーすごい、すごいよね。みんな何最近悪いことした？悪いこと、悪いこと、うん、常にいい子だから、うん、おおえ、何いいことした？いいこと、うん、いいことねえねえねえ、今気づいたんだけどさ、パトラに矢刺さってんのなんで？えアクセサリー的な。え、刺さってないよ。え、刺さってんだけど。どこ？スクショしとこ、スクショしとこ。あ、いいかも。これえ、何いいことした最近？え、いつもいい子だわ。うん具体的なの前よ。いいとこか、何かしたかな。うん、あ、なんか、あ、犬これ。オオカミ。あ、オオカミ。あ、これ、絶対手なずける。絶対手なずける。骨持ってきたもん、この日のために。え、これ、どうすればいいんだ。これね、オオカミの前に立って。うん。右クリック。オッケー。おー、一発でできた。ほんとだ。こんばんは、わ。お、赤いじゃん、しかも。そう、最初。みんな赤なの？最初。最初は赤い。けど、首輪の色変えれる。だから誰の犬狼かっていうのも分かるようになれ、うん、よし、手なずけた。夜ご飯みんな何食べたの？うん、何食べたっけ。オムレツ。ラーメン。ラーメン。そう、明日さ、違う、オムレツ、うん、なんで明日シャラに会うのに右足黒いんだけど。なんか言ってたもんね。言ってたね。マジ溝ハマったよ。大丈夫だよ。いや、ほんと、ほんとごめんな。湿布貼っときなよ。いや、しみるしみる。え、なんか、え、血系？血だね。あ、うん、そっち系？捻挫とか、うちみとかじゃなくて。うん、すり傷。ちゃんとカット板貼っときなよ、カット板。ねえ、でも全然。なんだろう、よく転ぶからまあって感じの。いや、ダメよ。8000歳ともなればあれよ、皮膚の再生は難しくなるのよ。え、マジ？そうよ。マジ？シャーレにジュグジュグ見てされだよ。まとめて聞いた。みんな8000歳だから大丈夫。そう。8000代だからみんな。あんた、メアパトの8000歳とあんたの8000歳違うのよ。一緒だよ。違うわよ。重みが違うわ。なんで違うのよ。一緒よ、一緒。はい。今日何食べたの？夜ご飯。おにぎり。何味？梅と炭火焼きカルビ。炭火焼きカルビってあるの？炭火焼き。ね、ちょカルビゲームしようみんなで。え？何？カルビゲーム？アルビ。私なんかスゴロクの時にほらやったけど意外といけたんだよね。あ、確かにねえ、かったんだ。そう思い出したけど、そうそうそう、噛んだら終了で、噛まなかったらどんどん続くから、途中から分かんなくなるね、回数が。あ、そうだね、確かに。そう、何回言ったっけって。じゃあ誰から行く？私1番目がいい。 OK、 じゃあ2番目がいい。じゃあ3番目4番目今、豚殺すのに必死だった。うん、パトちゃん5番目ね。え、うん、え5回言うの？炙りカルビ、うん、練習しだしたよ。じゃあ練習する時間を作ろう。じゃあみんなで炙りカルビ、炙りカルビ、炙りカルビ、あ、余裕だわ、余裕だわ。炙りカルビ、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 炙りカルビ。これスピードが難しいね。じゃあやりますよ。メアリちゃん、シャル、my friend、
みこちゃん、みこちゃん、えりちゃん、パトレタの順番で。何よ？ハニストのアルビカルビゲームです。アブリカルビ？アリブラ？どれ？炙ったカルビでしょ？炙りカルビ？炙りカルビ。炙りカルビ、炙りカルビ。え？はい、アウト。はい、アウト。アウト。では、2回目から。2回目？ 3 回目でしょうか。じゃあ、どうぞ。なんだと？ 3 回目。シャル第1リタイア。なんだと？私もそういうパターン。みこちゃん。早くとか苦手なんだよな。みこちゃん3回。炙りカルビ、炙りカルビ、炙りカルビ。炙りカルビ、炙りカルビ、炙りカルビ、炙りカルビ。炙りカルビ、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 炙りカルビ。頑張って。なんか脂っこい。あんたは鉄っぽいわ。けなし合いがすごいわ。鉄っぽいって言われる。アルミカルミみたいな。6回だから、うん、で、みえちゃんアウトでしょ？カムカムだったから。炙りカルビ、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 炙りカルビ。おー、いくね。何、1個怪しくなかった？うん、いつもなことない、全然。あ、なんかもうちょい嬉しいくなるです。お、お。炙りカルビ、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 炙りカルビ。なんだブリブリはい。めっちゃ多いね。じゃあバトルと9回。アルビカルビ、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 いやいやすげえや。なんかね、ハニストで行きたいところあるんだ、人間界で。なんてとこ？なんかね、名前は忘れちゃったんだけど、なんか、うん、外で、あの、鍋とかできるとこ。え？鍋？テント？なんか、お店の領地で、鍋とかあるところ、うん、なんかキャンプとかも楽しそうだね。ログハウスとか借りたらめっちゃ騒いじゃいそう私。大丈夫だよ、山の中誰もいないし。でもスキーとかしたいかも。あー楽しそう。一回もしたことないな。そう、ソルもソリしかしたことない。スノボできたらかっこよさそう。スノボできるよ、私。嘘。すご。難しい、やっぱり。あ、最初はめっちゃこけた。うん、すっごいこけた。したことない。あんまり雪の上が得意じゃないの。あ、そうなんだ。スノボと好きだったら、好きだったら、スキーだったらどっちがいい？でもさ、あれってさ、どっちが難しいんだっけ？スキーだっけ？スノボの方が簡単って言わないっけ、なんか。うん、なんか、どうだったっけな、人によるのかな。あ、そうなの？そうなんだ。うん。私はね、どっちだろう。スノボ、スキーの方がやっぱ簡単だよ、なんか。そうなんだ。補助があるし。補助じゃないか。手があるしね。霜焼けとかになりそう。スノボめっちゃこけたからな。お、すごい、みおりちゃん。ねえ、馬が宙浮いてるの、私だけ？宙浮いてるよね、これ。あのね、ここに乗ってる。うん、この原木の上に乗ってるから。ああ。これ飛び越えるんじゃね？いや、これ飛び越えないと思うけど。なんか全然ドアくっつかないんだけど。ドアがくっつかない？牢屋に。あー。牢屋ってつかないもの？それとも。いや、つくと思う。姉ちゃんこれ、パカッとするタイプ。これ壊して使って。ほら。あ、ほんとだ、すげえ。すげえ。使って。うわー、すごい。未知なる世界。うわー、すごい。
え、すごいじゃん、ペコちゃん。おー、でもそこくっつかないの。あ、ここが？その牢屋にさ、使えば鉄のドア。鉄のドア今作ったんだ。え？でもくっつかないんだよね。これでしょ？うん。あー、なるほどね。ちょっと隙間空くんだよな。あー、確かそれは難しい。鉄の、うん、ちょっと鉄結構使っちゃうけど、鉄のあのブロックを周りに囲って、うん、もうちょっと大きい牢屋にしてみたら？お、これを？この柵を？そう、ちょっと拡大になっちゃうから結構今から始めるちょっとみこちゃん的にはめんどくさいかもしんないけど。なるほど。例えばこれをこの土の部分を鉄のブロックで作るの、うん、ああ、枠をってこと？そう、で、この周りを柵にして、うん、で、確かね、鉄のドアってあれじゃないっけ、スイッチいるよね。うん、一応ね、作った、あの、踏んだら開くやつかっこいい。やば、突然やってきた箱が、そして去っていった去っていったね。パトラちゃん犬、親、あ、ちっちゃった。これさ、おにぎりだよね。おにぎり、わかる。おにぎり。ほんと？タンタンタン。おー、すごい。ほうほうほう。後ろに行ってる。間違えた。お仕置き部屋にドアなんていらんわそういうことにしよう。さすが。待って、今なんか何作ろうとしてるの？おお、無理した無理したもうそろそろ完成するやね。早っ。なんで？もうね、早っ。生肉買ってきた。ドアなんていらねえの散歩してると思ったら生肉買ってきたの、みやちゃん。やば、お肉屋さん行ってきた。うん、すごい。豚？新鮮だよ。うん、豚肉。新鮮。豚肉買ってきた。みやちゃん、あれ、水入れないの？風水。うん？よし、そってそってそって、そってそってそって、開いた。はい、これバケツ。おー、バケツだ。水汲んでね、右クリックで。汲んでないよ、みえちゃんえ？オッケー、これか。うん、中身をちゃんと。ちょっと待って。いいよ。暗っ。うわ、すごい。え、すごいすごい。めいちゃん。怖いよ。いや、すごいよ。怖いよ。おいでおいで。怖い。ここめっちゃ怖い。いいしいいしいいし。たくらん。あ、すげえ。すごい、額縁じゃなくて、あれ、額がある。絵飾ってる。絵あるある、うん、あ、もう最終的に塞いじゃったんだ。すごい、うん、入れる時だけ開けるすげえ。面白い。いいなー、すごいね。こんなん作りたい。いや、でもここの、この真っ暗よね。真っ暗さ、真っ暗だね、確かに、うんあとでこれ、周りを絵画で全部埋める壁を。おお、すごいね。まあ、いろんな大きさのね、
回があるもんね。そう。すごい。よし、じゃあ集合して終わろう。終わろう。はい。チャットってさ、どこだっけ、マイクラの。チャット T じゃなかったっけ？あれ違う。T。あ、T だ。T だよね、確か。よし、じゃあお疲れ様でした。イエーイ。お疲れ様でした。ちょっと待って。どうやるんだっけ？シフト。あれさ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ゾンビ消える。え？生肉持ってるから私が。ちょ、どこ？本当だ。え、本当だ。やだ。生肉持ってってごめんなさい。生肉持ってたから。さすが強いみごちゃん。おい、もうまさかのエンディングでボロボロになった。まあまあ、また次回機会を作りますので、まあ2人先に寝ちゃったけど、まあ3人もそろそろ寝ますか。はーい、ではおつはにでした。おつはにでした。バイバーイ。バイバーイ。